動作の遊び方を説明するよ。流れてくる音符が枠に重なったら、ボタンを押してね。赤い音符は、このボタンを押すんだ。青い音符は、このボタンを押すんだ。大きな音符は、左右同時に叩くと、高得点だ。黄色い音符は、ひたすら連打しよう。風船音符と小槌音符も、とにかく連打しよう。タイミングよく叩けば、魂ゲージが、うまく演奏して、ノルマクリアを目指そう。急いで着替えて今すぐ表に旅立つ。ぶつかり合ってもヘッチョロ負けずに空行こう。
ここだよ。ふふ。おお。変身したぞ。わっはっは。オッケーだ。演奏しようよ。よし、遊ぶぞ。曲を